こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。南シナ海や尖閣海域で活動を強める中国。スカボロー礁沖合での原子力潜水艦爆発なんて誤報も流れる昨今。情報の拡散なども広がる。尖閣諸島の海域ではどんなことが起きているのか知っているだろうか？それは想像を超えるほどの任務が行われる状況にある息を潜めて、任務にあたる海上自衛隊、潜水艦の役割と今後の防衛力強化が一段と必要とされる。その前にこんな出来事があったことを知っているだろうか。それは尖閣諸島で急浮上とともに国旗を掲げた原子力潜水艦が現れたことを。2018年1月10日から12日にかけて、沖縄県の宮古島近くの日本領海への接続水域において、中国海軍の潜水艦があわや領海侵犯かという事態を引き起こした。この潜水艦は、中国海軍の最新鋭艦である小級 093B 型原子力潜水艦とみられ、海上自衛隊の対潜哨戒網に探知され、尖閣諸島近くの公海上で浮上し、中国の国旗を掲揚した。小級 093B 型原子力潜水艦は攻撃型の潜水艦で、全長が107メートル、排水量が6000トン、最大速力が30ノットの初限となっている。この潜水艦の行動については、中国寄りの見解では、尖閣諸島周辺を自国の勢力圏内だと誇示するいわば、デモンストレーションだとする主張も飛び交った。しかし、潜水艦という兵器の特性上、海面に浮上して自身の存在、位置を明らかにするという行為は、軍事上の常識からはありえない行動としか言いようがない。日本の防衛省の発表によれば、1月10日に海上自衛隊の護衛艦と P-3C 追戦哨戒機が同潜水艦を捕捉し、その後2日間にわたってその追尾を実施したという。同潜水艦はその追尾を受け、1月12日の午後に、沖縄県の尖閣諸島の北西方向にあたる公海上に姿を現し、中国国旗を掲げる行動を見せたとされている。潜水艦の浮上理由については、中国側からの正式な発表は、何もなされておらず、推測の域を出ないものの、海上自衛隊からの追尾行動によって浮上を余儀なくされたものと思われる。日本の海上自衛隊では、国内の核アレルギーの影響もあり、原子力潜水艦を保有しておらず、通常動力型の潜水艦のみが就役している。原子力潜水艦の最大の利点の一つが、大気を水上に出て、取り入れる必要がないことで、これにより連続した長時間の潜航行動が可能となっている。今回の中国海軍の潜水艦の取った浮上行動とは、その秘匿性をかなぐり捨てる行為に他ならず、海上自衛隊の執拗な追尾に危機感を抱いた結果と考えられている。海中での索敵に使用されるのは、ソナーと呼ばれる水中音を探知するレーダーのようなもので、パッシブソナーとアクティブソナーの2種類がある。前者のパッシブソナーは、
感染が発生させる音、スクリュー音やエンジン音などを直接探知するもので、感染ごとに固有のボンボンとして識別が可能だ。後者のアクティブソナーは、自分の側から敵に対して超音波を発し、その跳ね返りを拾って探知する仕組みとなっている。今回、中国海軍の潜水艦に対し海上自衛隊の護衛艦は、アクティブソナーを用いて、その位置と存在を探知し複数回の警告を行ったとされている。この警告を無視し、仮に日本の領海へと侵犯することがあれば、国際法上の無害通行権は適用されないため、最悪の場合、撃沈されても文句が言えない状態だった。中国の潜水艦の行動は、海上自衛隊の潜水艦を探知していたが、自身の位置を秘匿するために水上の護衛艦が、アクティブソナーを用いたと推測されている。そして、このアクティブソナーによって、行動をすべて把握された。中国海軍の潜水艦は、そのまま潜航を続けることができないと判断し浮上したものと考えられている。そもそも、海上自衛隊は、すでに日本の領海防衛のための探索網を張り巡らしており、中国海軍潜水艦の行動は逐次把握、報告されていたとみられている。その詳細は、一級の防衛機密のためつまびらかではないが、先のボンボンの解析によって、艦ごとの単位で把握しており、海上自衛隊の対潜能力が世界一とも言われるゆえんだ。アメリカ海軍の情報部によれば、2015年時点で中国海軍は少なくとも通常動力型潜水艦を57隻、原子力推進型の潜水艦を5隻の計62隻を就役させている。その中で今回の小級 093B 型原子力潜水艦は比較的に中国大陸から離れた地域において行動しており、最新の対艦ミサイルを実装しているとめされている。さらに、新型の対地ミサイルを搭載すれば、アメリカの太平洋におけるグアム、ハワイの基地を攻撃可能な能力を有することになるとも見られている。こうした能力を持った潜水艦の動きを察知し、公海上へと浮上せざるを得ない状態にまで追い込んだことは、数的には劣勢な海上自衛隊の質の高さの証明ともなった。今回、自らの存在は、秘匿したまま中国潜水艦の動きを注視していたとされる海上自衛隊の潜水艦。さらに、双竜型の最新鋭艦は、電池をリチウム電池に改良し、充電時間も短縮。これによって、大幅に能力を向上させた通常動力型として最良の艦となることが予想されている。また、船体もよりステルス性の高い仕様となると見られ、これまで以上の秘匿性能を有するものと期待されている。海中での静かなる戦いは質の日本、数の中国のせめぎ合いが続く中でも、現時点では日本がリードしている状況と見てよいだろう。